ある一人の少年の遺体が、少年の住んでいる場所から約 200km 以上先で見つかった。これは一つの怪奇事件である。謎が知りたかった記者はヘリで、見つかった場所の付近を上空していた。そこは政府が管理するのをやめた。一種の放棄された地帯。そこは視界が悪く何も見えない。危なそうだから引き返そうとしたその時、エンジンが爆発し、ヘリは墜落してしまった。そこはまるで未知の世界。どうしたらいいのだろうか。あれ、ここにいたら安心なん、安全なんじゃね？いやいや、危ないよ。危ないよ。ここにはね、モンスターがいるっていう話ですからね。確かに、ピロさん、このベッドにど、なんか動画してるけど、確かに。うん。こんな危険なところで普通に寝てるから。そんな。いや、動画してないでしょ。のんきすぎる。結構同じで、帽子のせいで。よし、みんな。この帽子あれ、寝たっけ？なんか、え、これ何？この赤いの何？飛行機じゃね？飛行機？そう、ヘリコプター。ヘリです。そう。ヘリコプターだわ。はい、ちょっと痛いな。大丈夫かみんな。大丈夫か。大丈夫です。なんとか。よかったよかった。うん、あ、これかな。晴れたか。よし、みんな大丈夫か。大丈夫です。残り 0.5 しかないけど。気をつけろ、パン食えよ。動いてましたもん。な。じゃあ行くぞみんな。多分この奥にありそうですね。白いところ。なるほど。何かありそう。あ、夜だ。夜だ。みんな気をつけろよ。ここ結構高いからな、位置が。なんか一人。どこから来ました？高い。高い上に見え。見えないね、これ。ドライトさんがどこにいるの？視界が悪いからな、みんな。気をつけろよ。あ、そっちから行くの？あ、こう。全然わかんねえ。全然わかんねえ。みんな地図見てる？ちゃんと。どうですか？地図。地図2つあるのか。これ地図1枚しかないけど今ガイド1とガイド2があったの。ガイド1ガイド2あガイド1持ってる俺。ガイド2持ってます。ガイド2持ってます。近くにある民家に行こう。近くにある民家。え、北かな。民家北かな。南かな。ドライトさんたちどこにいます。今座標地図があるからなんか民家っぽいのが見える。南かな。あ、晴れだった。民家。あ、こっち北じゃない。南だ。南行こう。みんな南だ。多分南。あ、ドライトさんガイド2を。あ、いい。それは後にしよう。もっと待って。あ、民家あったよ。南に。みんな南だ。民家があるぞ。民家という。あ、あった。あ、夜だ。早い夜が。やっぱ未知の世界みたいだな、ここは。やばいな。あ、めっちゃ森。気をつけろよ。待って。近くにモンスターが。なんか一人いなくね。え？宇野天警察迷った。おいしいもんじゃいない。え？嘘だろ。私夜の視界。マジか。え？あれみんなどこだ？あれ聞こえなくなった。あれどうした？じゃあ下山しよう。使えそうなヘリを。使えそうなヘリを探そう。どこだ？ヘリはどこだ？ヘリを求めて3000人。とりあえず民家行ってヘリですね。あ、民家あった。お、とりあえず暗いから固まって。うん。待って、ガイド2つ持ってる。いつの間にか。ガイド1持ってる。ガイド1持ってるよ。ガイドに持ってます。気づいたら両方持ってた。どこか。待って、みんながどこにいるか分かんない。あ、なんだ、ゴロゴロ行ってる。準備しよう、ちょっと。あ、入れちゃったよ、入れちゃったよ。ゲストさん、戻して。座標。入れちゃった。ゲストさん、戻せ。戻して。ダメ、戻して。入った方がいい。29、112です。戻ろう、全員戻るよ。ちょっと、とりあえず戻ろう、ドライさんの方に。めっちゃ声がするんだけど。あ、肉があるわ。家の中のチェストに肉ある。来た。ドライさん、そこのチェスト。こういう肉あります。外にチェストいっております。ほんと？お肉。やめてのさ、どこ？チェスト。あれついてね。あった。チェスト。ドライターさん、一応これ渡しておきます。あ、何？チェストの中に入れて。ガイド2をね。
あ、ガイドに？ありがとう。本がメモ？はい。ここで昔生物実験が行われていた。ここの人は皆消息不明。ここの情報は何もない。誰かが隠蔽したのだろう。生物実験されたのこの人じゃね？ガイドにはどこだこれ？わかんないな。まだ必要ないかな。だって秘密保護してるカバだよ。完全にあるやん。ちょっと他のとこも調べてみましょうか。もしかしたらあるかもしれない。これ別れて行動した方が早いけど。あの2の方に別れるとやばい。あれが入ってあるんですよ。うん。2の方に。あのヘリポートらしきアイコンがあるんですよ。ああ確かにそれっぽいそうなとこありますね。はい。では。さんたちがどこ。まあ。あじゃあ手分けして探してみますか。じゃあヒロさんと俺行動しますか。とりあえずこの民家に何かある可能性もあるんで探してみましょう。どうします？見つけたチェストとかどうします？見つけたチェスト呼んだ方がいいでしょ。呼びましょうか。の中身とか中身とかドラシさんを呼んだ方がいい。それはなんか笑い声が、ね、あ、じゃあ俺一番向こうの家ちょっと探してる。いやー、あ、待って、まあ、反対手前のやつ。あ、なかった。あ、あ、あった。ちょっとメモだ。よし、読みます。全員殺される。生き残れるわけがない。ここは未知の世界だから。ええ、ああびっくりした。ちょ、ヒロさんにはこれ渡さんわ。これ見てたけど渡さねえ。え、なにどうなんだろうな。いいもん。自分ちょっと気になったことがあって。あ、なに。はい、食料見てきました。 あ、じゃあ取っていいっすよ。はい。あれ、ここのさ、畑荒らしたら食料できるの。まあまあまあ、そこは荒らさない方がいい。パンプキンパイ。で、真ん中の湖にさ、何かあるんですよね。ああ、なるほど。地図でもあるんですけど、何かあるんですよ。そこにちょっと行ってみたいと思います。はい。真ん中って言ったら、ここら辺。ヒロさん大丈夫？地図ないだろうから、今日、ヒロさんと合流しようか。もう、座標で言うしかない。もう地図で行く。あ、あったあったあった、なんかある。座標はどう？プーマさん大丈夫？火来れてる。待って、俺一人なんだけど、やばい。マイナス5の70の140。こっちだ。こっちだ。こっち。これす、10。こっち。ちょっと使えそうなヘリを探そう。ああ、これだ、これだ。もうなんかある、なんかある。登るか。登っても何かあるか。めっちゃ鉄あんじゃん。鉄はあるけど。鉄しかない。鉄しかないのか。あ、迷路があるよね。迷路行った？行ってないです。迷路行ってみた。あれあれあれ、あっちあっち。こっちこっち。使えそうなヘリを探そう。どう行ってるんだろう。南西じゃわかんないよね、地図がなければ。急に消えた。ちょっと待って。あ、今すっごいカクカクしてる。湖に入ってるけど、わからない。どこに迷路入ってみました。ね、場所はマイナス35の167。左の壁に沿って。また誰か草勝手に。よし、俺右のとこ行こう。右から行くか。あ、ここだな。お、ここめちゃくちゃずれてそう。バリアブック。めちゃくちゃずれてそう。あ、なんか岩場上がった。着信は何にもなかったです。お、ああ、出会っちゃった。我々はちょっと迷路。朝の試合しまし。目標を10番に達成しないと何もできないです。あ、ってことは、なるほど。じゃあヘリ探さないの。じゃあヘリまず探さないと。そうだ、じゃあガイド2かやっぱり。笑い声した。ガイド2がちょっとこのあるのかな。あ、ガイド2にありますねヘリ。じゃあヘリポートあるよね。じゃあヘリ行こう、はい、ガイド2ない人ちょっとついてきた方がいいね。まず集合しよう。あ、てかあそこのチェスト開けたの。これ入り口行こう。あれ、なんかメモあるよ。ある。ドライトさん、ちょっとメモがあるって。なんかある。畑のとこにメモがあるって。あ、ここです、ここです。あお、いただき。で、読みます。3月16日、今日はパパがぬいぐるみを買ってくれます。
とても楽しみです。3月17日、今日はパパが出張です。ぬいぐるみはまた明日だそうです。ヘリポート行きますか。ヘリがどこか。ヘリポートじゃなくてドライトさんがいる。ガイドニーのガイドニーに ありましたよ、ヘリポートらしくの。ヘリありますね。ヘリコプターあるから、みんなついてきてって感じ。ついてきてね。道通りでいいですか。ちょ待って、こっちだよ、みんな。こっちかな。この道があるから、道をついてって。道をまっすぐ、うん、よし、行くぞ。ダッシュだ。今のうちダッシュだ。ダッシュだ。パンプキンパイ24個あるよ。え、待って、血がある。血があるな、やばいな。お墓だ。お墓に動力が流れてる。みんな気にするな。ヘリ、ヘリを。あ、ヘリがある。ある。お、あった。あ、ヘリあった、ヘリあった。あ、ある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 。でもなんかヘリの隣にもなんかある。え、隣家があったの。なんか家があった。ドライツさん、ドライツさん、なんか書いてある。廃校みたいなのがある。いや、まずヘリコプターかな。まずは使えそうなヘリだから。ヘリコプターの中になんか書いてあります、うん、ある。はい、入って入って入って、ボタン押します。はい、入って入って。あ、大丈夫です。よし、なになにヒロさん頑張って。ヒロさん、ちょっと見えない見えない。これです。な、何よって書いてあるけど、何か見えない見えない。離れて、あ、ごめん。7つ集めよう。7つ集めよう。7つ集めよう。ちょっとこれ、アイテムホッパー。重かった。すごい、ちょっと重いから。近くの、あ、洞窟にある、あれか。あれだ。近くの洞窟にある何かをぶつけようって書いてあったよ。そういうことか。洞窟にある、ある日記を見つけよう、見ようって。あ、道なりに来ればあります。ほんと。ヒロさんがいる、今。ちょっと待って、みんな俺止まっ、止まってるんよ。プーマさんこっち。プーマさんこっち。プーマさん。あれ、プーマさん今いたんだ。近くの洞窟にある日記を見よう。プーマさんどうかな。よし、今戻った、戻った。ごめん、ありがとう。ああ、ちに。内側で開けてろ。よし。入って、入っていいよ。近くの洞窟？こっち？あ、でも、まだ先行かない方がいいか。ああ。そっちか。え、降りちゃったよ。ここ？あ、これか。そうです。ありがとうございます。ああ、なるほど。じゃあ行こう。皆さん行きましょう。あ、明るい。あ、チェスター、チェスター、チェスター。何がある？メモですね。あ、日記です。じゃあ日記読まさせていただきます。俺は5年前からこの場所にいる。助けなんて来ない。だけどこの5年間何もしなかったわけじゃないんだ。俺は壊れたヘリを直した。あとは部品だけだった。母、その時怪物が現れた。あいつに足と生きる希望を奪われた。あいつは部品を、けれど心配するな。部品はこの場所に必ずある。俺はろくでもない父だ。もうみんな俺のことなんて忘れてるさ。人生いいこと何一つなかった。これが俺の唯一できること。これを読んでるなら信じてくれ。です。ホタはさっきの出張しに行ったっていう父はここにいたってこと。そういうことですね。さっきの急いで隠れよう。なんだ、急いで隠れよう。え、隠れよう。